Shrix, as well as Lamia, is a vampiric witch from Greek and Roman folklore. Its favorite victims are infants and small children, but it is also known to attack lone travelers who venture too far into the wilderness. ラファエロ・サンティオペイントマリアエストリックストレオナルド・ダ・ヴィンチイン・ヒス・ペンティング The a n n u n c i a t ミアと並んでストリックスもまたギリシャおよびローマの民話の中ではヴァンパイア的な魔女でした 特に幼児や子供を好んで食べていましたが、時に荒野を一人で旅する孤独な人を襲って食べたとも言われています。ダヴィンチは受胎告知の中でマリアはそのストリックスであったということを表現しましたが、ラファエロ・サンチュオもまた自分の絵画の中で マリアはストリックスであったということを表現していました。広やしママ、今ご覧いただいているのはですね、マリアの下にあるものがカーペットなのか台なのかというところです。 で、マリアの赤い衣服の垂れ具合からしてですね、これはカーペットであると判断しました。一見すると台のようにも見えますが、カーペットです。そのカーペットの下からはマリアの三本指の足が覗いています。注意深くご覧ください。このフクロウの置物の下ですね、その下に三本指の足が見えています。 レオナルド・ダ・ヴィンチなる1500年後のイエス・キリストの操り芸術家はですね、このような形でマリアは魔女であることを示しました。三本指の足です。バイ・ハヤシ・ヒロシの発見です。これが足ですね。一見すると四本のようにも見えますが、私は三本指の足と判断しました。下が同じく レオナルド・ダ・ヴィンチが表現した解剖図ですけれども、一般にはこれはクマの足と言われていますけれども、クマの足ではありません。でもう一度この絵を見ていただきたいんですけれども、この足がこのように出ていると、私はそのように判断しました。まあ、隠し絵、騙し絵の手法ですね、まあ。このような形で、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して、1500年後のイエス・キリストは、 マリアは魔女であることを示しました。つまり、マリアは、えー、ストリックスであることを示しました。で、ストリックスというのは、まあ、フクロウということになるわけですね。で、この人もですね、どうも足がおかしいということで、まあ、紹介しましたけども、はっきりしません。で、この中央にいる天使を見ていただきたいんですけども、 この手がやはりおかしいんですよね。まあ、このような形で、まあ、中世の絵画の中にはですね、まあ、人間ではないような人間が描かれているということです。で、この受胎告知の絵も例外ではありません。やはりこのカーペットの下からは足が覗いています。そしてこの置物に注意してください。この置物もま奇妙ですよね。ということでラファエロの話に つなげていきますラファエロ・サンチオもまた3本指の、まあ、奇妙な人物を描いています。これがその絵です。この絵の中には3本指の人物が描かれています。ラファエロ・サンチオはレオナード・ダ・ヴィンチ の弟子ということになります。で、そのラファエロ・サンチをの書いた、この部分に、絵の、この部分に注意してください。足が描かれています。この足もやはり3本指で、そしてその先に爪があるのがわかります、まあ。ここがですね、今日のポイントですから、注意深くご覧ください。3本指ですね。 で、この指について検証してみます。これがラファエロの描いた3本指の足です。で先ほど紹介しました、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の中に描かれている3本指の足と比較してみてください。大変よく似ているのがわかります。この絨毯の下。 お着物の下ですね。ここにその指が描かれています。で、こうして並べてみるとですね、まあ、大変よく似ているということになります。まあ、それも当然ですよね。ラファエロも、レオナルド・ダ・ヴィンチも、そしてミケランジェロも、皆1500年後のイエス・キリストの、つまりは操り人形でした。まあ、1500年後のイエス・キリストは、こうした。 操り、人形芸術家を通して、自分のまあアイデンティティ、並びにアジェンダを私たち人間に示したということになります。下はですね、以前はリリトと言われていましたけども、一般説ではイシュタールに落ち着いています。そのイシュタールもですね、やはり三本指である点に注意してください。まあ、魔女中の魔女ということになるわけですね。で、三本指です。 で、この三本指と大変よく似ているという点に注意してください。なし、このような形で、ラファエロ、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチを通して、マリアは魔女であることを示したということになります。左が、イナンナ・イシタールということになります。右が、受体告知の絵ですね、まあ。このような形で、1500年後のイエスは、 自分の姿勢を鮮明に、まあ、私たち人間に示したということになります。この置物に注意していただきたいんですけども、フクロウのようですね。そして左の絵に注意してください。これはフクロウでも耳がありません。耳のないフクロウです。耳のないフクロウすなわちストリックスということになります。まあ、ローマ時代には、まあ、魔女のいわゆるまあ象徴的な動物として、 表現されていました。耳ふさのない袋、つまり、ストリックスということになります。その袋、ストリックスと置物は酷似しています。つまり、このような形で、えー、1500年後のイエスは、ここに描かれている、まあ人物はですね、ストリックスであることを示しました。そのストリックスについて、 簡単におさらいしておきたいと思います。先ほども言いましたように、まあ、ヴァンパイアなんですねえ。特に、まあ、子供や幼児を好んで食べたということです。ストリックスとラミアは、二大化け物のことであり、まあ、魔女を意味すると。そして、えー、ストリックスは、ヴァンパイアを意味し、特に幼児や子,の子供を好むと。 また、荒野に入り込んだ孤独,孤独な旅人を好んで食べたとあります。シカゴユニバーシティのホームページです。で、ここが重要ですけども、も、えー、ダヴィンチは 1+1 の手法で、この2人を合わせてストリックスであることを示しています。まあ、この赤い丸で囲んだ部分ですね。これは猛禽類の翼です。 そして右下に三本指の足が描かれています。1たす1は1、1ですね。つまりこの二人を通してマリアは、えー、ストリックスであることを示しました。岩屈の聖母の中ではですね、1たす1を通して、えー、ラミアであることを示しました。えー、つまり、まあ、レオナルド・ダヴィンチェの画家を通してですね、1500年後のイエスは、まあ、マリアはストリックスであり、 ラミアであることを示したということになります。まあ今日はその、えー、ラミア説については、えー、割愛させていただきます。ともかくも受胎告知の中で、二人合わせて一人の、えー、魔女、すなわち、ストリックスであることを示したということになります。では、この足の人物は誰かということになります。これも、この、まあ、人物も果たして、 果たしてということになりますけども、えー、ラファエロはその証拠をこの絵の中に残しました。この足の人物は、この左から2人目の人物の足ということになります。左右の人には2本ずつ足があります。つまりこの赤枠で囲った人の足ということになります。ここが今日の結論部分ということになりますから注意深くご覧ください。この3本指の足の人物は、 この人物の足ということになります。そしてこの手を見てください。マラヌスの手です。シグナム・マラーノです。中指と薬指がくっついています。中指と薬指がくっついています。同じ手をミケランジェロなる芸術家を通してですね、1500年後のイエスはピエタ像の中で表現しています。このマリアの手に注意してください。 マリアの手に注意してください。左右反転してみました。やはり中指と薬指がくっついています。シグナム・マラーノです。マラーノの手です。えつまり、左のピエタ像のこの手はマリアの手ですから、右のラファエロの書いたこの人物もマリアということになるのです。この人物はマリアということになります。えつまり、 ラファエロも、まあラファエロとユうロもですね、1500年後のイエス・キリストは、ラファエロという画家を通して、まあこの人物がマリアであることを示しました。もともとそれら芸術家の上に立つ1500年後のイエス・キリストの作品ですから、このようにアジェンダが一致していたとしても、何らおかしくないということになります。 もう一度、以前作りました動画を皆さんに確認のためにご覧いただきます。これは997号で発表した動画です。ここにある置物は何かということですね。まあ、一見すると、まあ、ロウのように見えますが、よく見ると、やはりフクロウのように見えます。まあ、ロウなんですね。まあ、このような形で、 1500年後のイエスはここに描かれているのはフクロウなんだよということを示しました。そしてその置物の下にですね、3本指の足がのぞいています。フクロウと魔女とは大変仲が良かったようですね。ハリー・ポッターの中でもフクロウがあちこちに出てきます。ともかくもフクロウですよね。で左のこの、まあ、いわゆる天使と言われている人の 背中を見ていただきたいんですけども、この翼は猛禽類の翼です。まあ、いわゆる。まあ、肉食性のどうまあ、鳥のですね。翼ということになります。まあ、その代表格が言うまでもなくフクロウということになります。翼をしっかりと見てください。フクロウですね。ま猛、あ、禽類の中でもフクロウの羽そのものであるということです。 つまり、まあ、ここでも一つの隠し絵ということになるわけですけども、ここに描かれているのは、ステリックスであることを示しています。で、ローマ人はフクロウをステリックスと呼んだ、魔女を意味したということです。そして、相手をじーっと凝視する目を持つ、目の女神としても知られていました。ですから、この左の天使の目は、相手をじーっと睨んでますね。じーっと睨んでいる点に、 注意してください。つまり、受体告知の中に描かれている人物は1、1たす1イコール1の原則で、つまり、ストレックスであることを示していました。これがこの動画の結論ということになります。バイ jesus christ or as a matter of fact christ after fifteen hundred years left many messages to us human in the renaissance and here the one about maria and christ who are maria and christ where do maria and christ come from here in this video You wouldn't know my answer to this question. ルネサンスという時代に1500年後のキリストは私たち人間に多くのメッセージを残しました。ここで紹介するのはマリアとキリストについてのメッセージです。マリアとキリストとは誰なのかマリアとキリストは どこから来たのか、この動画の中で私の答えを皆さんにお見せします広志林 City, Japan。ミケランジョロなる1500年後のキリストの操り芸術家が描いたとされる天井画が システィなレアハイドウの天井画です。その天井画のほぼ中央にその絵があります。この絵に注意してください。この絵を拡大してみます。で、この絵の向かって左側に一軸の木が描かれています。一軸の木です。そしてその右にですね、一軸の実が描かれています。 この絵が何を意味するか、もう皆さんお分かりですね。この左にいる人物がアダムということになります。アダムです。そしてその右にいるのがイヴということになります。イヴです。そしてこの絵の中央部を見てください。下半身が大蛇の人物が描かれています。えー、一般にリリと と言われてますけども、リリとは下半身は大蛇ではありません。が、なぜミケランジェロはここで大蛇を描いたかということなんですね。それは、セント・ジェロームが翻訳したバルゲート、すなわちラテン語の聖書の中では、リリとイコールラミアとなっているからです。ラミアというのは下半身が蛇の魔女でした。そして人間の子供を食べていました。 そしてその右にいるのがアダムとイブの子供のカインということになります。えー、その右にいるのはカインの妹でもあり、えー、妻でもある人物ということになります。この中央のもう一つ、このリリとイコールラミア、バルゲートによればリリとイコールラミアなんですけども、この人物に注意してください。つまりこれがダヴィンチによればですね、えー マリアとということになりますそして向かって右にいるのが、えー、ミケランジェロによればですねこれがキリストということになりますで簡単にこの絵の中に示されている人物関係をおさらいしておきます中央がアダムそしてアダムの最初の妻がリリトですがバルゲートの中ではイコールラミアとなっています セント・ジェロームはラミアと翻訳しました。そしてアダムとイブですね。その間に生まれた長男がカインということになります。そしてその、まあ、妹イコール妻がその人物、右の人物ということになります。まあ、こういう人間関係にあるということです。 一方、1500年後のキリストの操り芸術家であったレオナルド・ダヴィンチなる画家を通してですね、1500年後のイエスはこの絵を書き残しました。岩窟の聖母、ルーブル版です。その岩窟の聖母の中央のマリアに注意してください。このマリアは上半身が人間で下半身が大蛇のラミアです。 まあ、このような形で、えー、1500年後のイエスは、今度はレオナルドを通して、ここに描かれているマリアというのは、ラミアのことなんだよということを示しています。マリアの胸の模様、色、形ですね。それから、形といいますか、風合いですね。そして、漢字ですね。と、左に伸びている岩の、まあ、質感と同じであるところに注意してください。えー、つまり、このような形で、 えー、1500年後のキリストは、えーまあ、いわゆるリオナルドという操り芸術家を通して、えーまあ、ここに描かれているマリアというのはラミアのことなんだということを示しています。右がマリアの胸の部分です。左が、まあ、後ろに左側に伸びている岩の部分です。同じようにメイドを上げてみたました。あるいはコン,サコントラストを上げてみました。ガンマを落としてンコントラストを上げてみました。全く 同じであるということに皆さんもお気づきになると思います。繰り返しになりますが、このような形で、えー、1500年後のキリストは、マリアというのはラミアのことなんだよということを私たち人間に教えているということになります。まあ、ここが今日の一つの重要なポイントですから、もう一つ皆さん自身で確認してください、えー。つまり、中央に描かれているこのマリアという人物はですね、えー、魔女中の魔女、なあち、 ラミアであるということになります。そして、1500年後の、まあ、キリストがですね、まあ、描いたセント・ジェロームの絵はですね、えー、そのまま、ベロッキョのセント・ジェロームの絵と一致し、そのセント・ジェロームの翻訳したラテン語の、えー、聖書によればですね、リリとイコール・ラミアということになるわけです。ここで、まあ、ミケランジェロ、そしてダヴィンチ、そしてセント・ジェロームの イデオロギーがが一致すすするとというここになりますそこが重要ですもう一度確認しておいてくださいね。ここに描かれているマリアはラミアであるということですね。そしてラミアイコールリリトという説は、ラテン語の聖書のバルケートに書かれている内容と一致するということです。つまりセント・ジェロームが翻訳した聖書の内容と一致するということです。 で、中央がですね、えぇ、ー、リオナルド・ダヴィンチナル家が開発される岩窟の聖母の中のマリアです。そして左右が、まあ、ラミア。現代アートにおけるラミアということになります。まあ、魔女ですから、良いようには表現されていません。えー、つまり、このような、まあ、魔女中の魔女ですね。そして、えー、人間の子供を、まあ、職業としていたということです。それがラミアなんですね。えー、つまり、このような形で、岩窟の聖母の中のマリア。 イコールラミアイコールリートであり、そのラミアは人間の子供を食べていたということになります。左下の子供、一般にはイエスと言われていますけれども、これはラミアの餌ということになります。まあ、右下に書かれている子供の方がイエスということになります。ですから、左下の子供は手を合わせて、あたかも命乞いをしているかのようにも見えます。そして、マリアの指先がその子供の 皮膚の下に盛り込んでいます。次に、ミケランジェロなる画家がナいたとされる、カシナの戦いの絵です。この中に、えー、1500年後のキリストは、重要なメッセージを書き残しています。これがカシナの戦いですけども、この絵の中には、人文字の形で、つまり、隠し文字の形で7、ナナナ。 5027という数字が表現されています。中部画ご覧ください。左から775027という意味です。この775027が何を意味するかですけども、えーへ、まあ、ヘブライ語って言いますかね、実際には獣医知って言いますけども、ユダヤのゲマトリア、いわゆるまあ、わかりやすければ暗号によればですね、 七、七というのはキリスト。合礼は聖書のビブリカルという意味です。そして二、七がカインという意味です。まずこのような形でして、まあ、あの、暗号的にまあ表現したということになります。ゲマトリアです。で、ゲマトリアについて簡単に説明しておきたいと思います。要するに、まあ、ラ、ば非数学に則っ,った、まあ、あの、表現方法だということですね。要するに、まあ、いろんな言葉、 などをですね、言葉あるいは単語をですね、まあ、数字で表したのがゲマトリアということになります。えー、神秘主義のカバラに基づくものであると。まあ、それによりますと、7、七というのは繰り返しになりますけども、キリストを意味します。そして、合礼はベブレカル、なおち聖書のという意味です。ここが重要です。まあ、こうした数字、そして暗号ですね、 まあ、ミケルランジェロなる画家を通して、1500年後のキ,、まあ、キリストがですね、私たちにメッセージを残したということになります。そして、27が、カインという意味になります。で、これら、775027をですね、つなげて読みますと、キリストは聖書のカインであるという言葉が浮かんできます。えつまり、このような形で、まあ、ミケルランジェロなる画家を通してですね、繰り返しになりますけれども、1500年後の キリストは、えー、つまり、キリストというのはね、聖書でいうカインのことであるということを、なんだよということを示したということになります。これが、まあ、そのメッセージということになるわけですね。中部からご覧ください。左から、775027と書いてありますね。場合、林博司発見ですよ。つまり、このような形で、1500年後のキリストは、 ミケランジェロなる操り芸術家を通して、私たちにメッセージを残したということになります。繰り返しになりますが、ここが今日の重要なポイントです。77、Christ です。号令は Biblical です。そして27が k a n つまり Kain ということになります。こうして、まあこの内容とですね、そしてミケランジェロが書いた天井画の内容と、そして まあダヴィンチになる画家が描いたとされる、岩窟の聖母の中に表現されているメッセージと一貫性をもってと言いますか、一連性をもってつながっていくということになります。そしてその基本はですね、先ほども言いましたように、セントジョローム、500年後のキリストということになりますが、セントジョロームが翻訳したラテン語の聖書の内容とも一致していくということになります。そして セント・ジェロームをですね、ベロッキオ、そしてレオナルドがですね、同じように描いています。他にも、ラファエロも描いています。シヌレリも描いています。ともかくも、775027はですね、キリストは聖書でいうカインであるという意味です。ここが重要です。つまり、カインこそがキリストであるという意味です。逆に、キリストというのはカインのことだよということにもなるわけです。まあ、このようなメッセージを、えー、1500年後の えー、キリストが残したとということになります、まあ、ついでですけども、カインというのは、まあ、先ほど言いましたように、アダムとイブの子供なんですけども、まあ、嫉妬に駆られて弟の、えー、弟をね、あのー、殺害してしまうわけですね。まあ、そのことを、まあ、聖書は詳しく説明しています。まあ、アベルの方のね、まあ、あの、羊が褒められたもんですから、まあ、それにて 嫉妬したカインがですね、自分は野菜を育てていたんですけどもね、嫉妬したカインがアベルを殺すという話です。まあ、それは聖書の内容をそのままこ,のここに紹介させていただきました。それがまあキリストだということをですね、えー、1500年後のキリストは、えー、やはりこう、 操芸術家のミケランジェロを通して私たち人間に伝えたということになりますでいよいよ核心部分ですもう一つ是非な礼拝堂の天井画に注意してください最初から簡単に おさらいしておきます。えー、シーな礼拝堂の天井画に、ミケランジョロなる画家はこのような絵を描き残したと言われています。その中央部にこの絵があり、一軸の木が描かれ、一軸の実が描かれています。で、左にいるのがアダム、そして右にいるのがイブということになります。そして、ここにいるのがリリットということになりますけども、あ一般にはリリットイコールラミア説はありませんけども、セントジュロームの翻訳したバルゲートのラテン語の聖書によれば、リリットイコールラミアとなっています。 そして、その右にいるのが、まあ、その息子の会員ということになります。そして、さらにその一番右にいるのが、会員の妹イコール、まあ、妻ということになるわけです。その証拠が、この手を見てください。この、まあ、いわゆる、まあ、会員の手ですよね。この手の中指と薬指がくっついている点に注意してください。これは、言うまでもなく、シグラム・マラーノの手です。マラヌスの手です。マラヌスの手の、 のはですね、もともとは隠れユダヤ教徒のベーシングでした。ユダヤ教徒たちは、まあ、カトリックの迫害を恐れてですね、まあ、隠れて、まあ、表筆はカトリックの信者のふりをしながら裏でユダヤ教を信じていました。で、右の絵はですね、やはりメケランジョロが失勢な礼拝堂の天井画に描いた神の絵ですけども、この絵の中でもやはり 中指と薬指がくっついています。マラノス、シングラム・マラノスの手です。マラノの手です。そしてこの中で人間と人間と神が手を指を合わせようとしていますけれども、ここでもやはりマラノスの手が表現されています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。イコール、これが神のシンボル的なハンドジェスチャーということになります。つまりこのような形でここに描かれているのは神イコールキリストなんだよということを示したということになります。シングラム・マラノス。なじ、簡単に言えば、 キリストのハンドジェスチャーということになります。その絵をですね、ミケランジェロがシスティ礼拝堂の随所に描いているということになります。そして、そのハンドジェスチャーがこの絵の中にも描かれているということになります、ね、すなわち、右から二人目は神、すなわち、イエス、キリストということになるわけです。キリストということになります。で、これで、ま、証明できましたね。つまり、中央にいるのが、えー、マリアということになるわけですね。 いわゆるラミアイコールリリトイコールマリアとなっていくわけです。で、右の方がカインイコールキリストということになっていきます。すなわち、マリア、キリストはですね、それぞれが、もともとはラミアイコールリリトであり、キリストというのはカインのことということになります。これが皆さんに今お見せできる私の証拠と証明ということになります。 According to the official website of Walt Disney Production, it's right that Bold Mountain is actually based on a real mountain in Slovenia, Mount Triglav. It is where the supernatural dwell, as well as the black god himself. The Bold Mountain has always been known as a source of darkness in the Disney Fantasia since the sequence in Fantasia what it writes here is, however, a lie since there is no mountain in Mount Triglav, Sylvania, a mountain which resembles the bold mountain in fantasia. Why and why? walt Disney Production no homepage Homo Page in Yoreba Disney no ファンタジアの中に出てくるボールドマウンテンはスロバニアにあるトリグラフ山であるということになっていますそこは黒い神のみならず超自然が住むところだそうですボールドマウンテンはディズニーの一連のファンタジアの中では暗黒の源泉としていつも描かれていますしかしトリグラフ山のどこを探してもボールドマウンテンと同じあるいはそれに似たような山はありません ないものはないのです。いくら探してもありません。つまり、このディズニーの公式発表は嘘ということになります。が問題はなぜこのような嘘が書いてあるかですね。理由は簡単。これはウォート・ディズニーにとってもその向こうに致命的な謎が隠されているからです。つまり、嘘を書いてまで隠さねばならない重大な秘密がそこに あるからです。広しはやし、ハママシティ、ジャパン。 It is very strange to know that Walt Disney drew the same Devil's Mountain in his work, Fantasia, the same mountain as a mountain in the Annunciation painted by Jesus Christ after fifteen hundred years under the puppet name of Leonardo da Vinci. Both are the same Devil's Mountains, about which only I, Hiroshi, Hayashi, know. This indicates two alternative possibilities. One is that Walt copied the mountain in the Annunciation, or another one is that both mountains were painted by the same artist, or Jesus Christ after fifteen hundred years and after two thousand years. Walt Disney was 代表作ファンタジアの中で1500年後のイエスが描いた受胎告知の中に出てくる山と同じ山を描いています。ダヴィンチなる操り人形が描いたのではありません。1500年後のイエスです。共に悪魔の山です。受胎告知の山が悪魔の山であることを発見し、それを知っているのは私、林博史だけです。ここが重要です。 ウォルト・ディズニーはファンタジアの中で悪魔の山を描きました。悪魔の山です。一方、1500年後のイエスは受胎告知の中で同じく悪魔の山を描きました。その中に表現されているマリアとガブリエルなる天使は1たす1イコール1の魔女です。その証明は別のところで私、林博士がしましたが、その受胎告知の中に出てくる山は ウォート・ディズニーの書いた山と一致します。左右反転はしてありますが、一致します。つまり、ウォート・ディズニーは受胎告知の中に書いている山が悪魔の山であることを知っていたことになります。が、そのこと、つまり、受胎告知の中に書かれている山が悪魔の山であることを発見したのは、私、林博士であって、私がそれを発見するまでそれを知っていた人はいません。もちろん、 ウォルト・ディズニーですら知り得なかった事実です。となると可能性は二つです。わかりますか一つはウォルトが1500年後のイエスの描いた山をコピーしたか、あるいは2000年後のイエスがウォルトを操り人形として悪魔の山、つまりボルトン・マウンテンを描いたかのどちらかだということになります。広島市、浜松市、ジャパン。 ここが重要ですからもう一度画面を見ながら説明します。左の山が受胎国知の中に表現されている山です。そして右下二人の人物に注意してください。これはですね、1たす1イコール1の手法でですね、二人の人物合わせて一人の魔女、すなわちマリアであることを示しています。林博士が証明しました。そしてみんなですね、ウォルトが 代表作、ファンタジアの中で書いたボールズマンです。すなわち悪魔の山ということになります。この両者は全く同じということになります。ここが重要なポイントですから、皆さん自身で確認してください。全く同じです。となりますと、ウォルトは左の絵をコピーしたかということになりますけれども、しかし、ウォルトはこの山を同じく悪魔の山として表現しています。となると、ここでおかしなことが起きるわけですね。受、え、太、ー、告知の中の山がですね、悪魔の山であると。あ 証明したのはこの林博であって、私以前には誰も知らなかったはずです。もちろんウォート・ディズニーも知るよしもなかったことですね。がなぜウォート・ディズニーはですね、この山を悪魔の山としたかということになります。なあち悪魔の山であることを知っていたということになります。となりますと、ウォート自身がですね、書いたのではなくて、もう一人その上の人物、なあち1 500年後のイエスではなくて2000年後のイエスによって指導され書かれた絵ということになります。もう一度繰り返します。左の時代告知の山はですね、これは1500年後のイエスによって書かれた絵ということになります。そして同じく2000年後のイエスが右の絵を描、えー、いたということになります。共に同じ山で同じ悪魔の山ということになります。ウォ t e r s の謎は底なしに深いということになります、えー。続く動画、どうかご覧になってください。Bye for now! And reach an unreachable star.Walt Disney knew what Da Vinci w a s ディズニーは Da Vinci の正体をしていた。まあ、今日は大変ショッキングな話をします。これはディズニーの代表作、ファンタジアですね。大ヒット作です。これはシリーズで出ていますが、このファンタジアの中には大変奇妙な 山山がが出てきますす悪魔が住む山ですこれがその山ですけれどもボールド・マウンテンと呼ばれています。これがあのファンタジアの次第にもなっているわけですね。言うなれば悪魔城です。これ反転しました。これと同じ山がですね 実はレオナウド・ダ・ヴィンチの絵の絵中にあるのですこれが「受胎告知」といわれているダ・ヴィンチの中でも代表作ですね書いた絵の中でもその中央に書かれているのがその山なんですなぜウォート・ゼデニーはこの山をファンタジアの中で悪魔の山としたのでしょうか 百聞は一見にしかず皆さん自身で比べて見比べてみてください左がダヴィンチの受胎告知の中の絵です右がディズニーのファンタジアの中の山ですほんのわずか書いてありますけども基本的な構図は同じですねそれでディズニー自身はですねこの山をスロベニアの山を の中の一つを書いたというふうに公式ホームページでは説明しています。トリグラブ山の山スロベニスロ、スロベニアのトリグラブ山だというわけですね。トリグラブ山。で私はですね、このトリグラブ山を隅から隅まで調べました。2日ぐらい。 2日ぐらいというか2日かかったぐらいまあそれほど大きなねあの山じゃありませんのであのー、調べれば調べられるんですけど2日ぐらいかかって調べましたしかしファンタジアンの中に出てくるような山はありませんでした皆さん自身もでは一度調べてみてくださいこれが、まあ、スロベニアのスロベニアのですねトゥリーグラブ山です似てるかなと思う写真を集めてみたんですよ あのまあ、これがあのディズニーの公式ウォルト・ディズニーの公式,公式ホームページで紹介されているトゥリーグラブ山この中の山の一つをですね悪魔の山としたとまあ公式のホームページでは説明しているわけでありますしかしないものはないんですねただ山というのは見る角度によって非常に手のずか姿を変えますからあの その辺は注意が必要ですですからまあ点を打ち四方八方から調べてみましたが同じような山は見つけることができませんでしたが水さんという方からですね大変奇妙なあのピラミッドを教えていただきました、まあ、この山あのピラミッドがですねいわゆるダヴィンチの絵の中のピラミッドにあ山に似てるってわけですで調べてみました これがそのピラミッドなんですね。高さが551メートルあります。海の中の部分を含みますと、おそらく1000メートル近いこうした山なんですね。ピラミッドなんですね。で、皆さんこれ見られて自然のものだと思いますか私は自然のものに、自然にできたと思う方がおかしいと思います。溶岩の山なんですね。先がとんがっています。いかにもという山なんですね。 ピラミッドなんです高さが今も言いましたように5 5 1メートルですよ。5 5 1メートルですよ。海面から。火山がのみでできた島群の中では最も大きいものであると。どうしたらこの火山がこんなふうに吹き出してこの山を作るかということですよね。これがダ・ヴィンチの絵です。でこの今 ボールスピラミッドと比較してみますと確かによく似てるんですねそこでダヴィンチは何をどこの島をモデルにして書いたかということなんですよねダヴィンチは私はこの島をモデルにして書いたというふうに確信していますそれには2つの理由がありますがその理由はもう少し後で説明させていただきます 皆さん自身で判断してみてください。で、ダヴィンチはですね、これがダヴィンチの絵ですね。で、それをまねて、ウォルト・ディズニーは悪魔の山としたわけです。で、ダヴィンチはこの山を、ボールズ・ピラミッドをまねて描いた。オーストラリアのですよ。 その理由はですね、というか皆さんただ単なるこれを偶然だと思われるかもしれませんけども、その理由はですね、この地図を見ればわかるんですね。フロレンスから、まあ、フロレンスね、フェレンツェアです。から、カタツジュータに線を引きます。で、カタツジュータからボールズピラミッドに線を引きます。ともに極めて重要な、まあ、キーポイントですね。 そこでもう一度ダベンチの絵を見てみましょうこれはまた有名な洞窟の聖母ですねこの上に奇妙な山が描いてありますこの山には見覚えがありました私が謎解き始めた頃最初に目をつけたのがこの山でしたカタツジュータですねまるで核兵器で溶けてただれたような山々です この山とダ・ヴィンチの洞窟の聖母の中に描かれている山が大変よく似ていることに皆さんどうか注意してください。ただし絵ですから全く同じ上の方が、ね、全く同じというわけではありません。これがカタツジュータです。すなわちダ・ヴィンチはこの山を模して洞窟の聖母の絵を飾ったわけですね。まあ、他に似たような山,山があるならですよ。 イタリアフレンチの近くにそれはまた紹介してください私が調べた限りありませんでしたでラビダヴィンチはですねカタツジューへ来ていたわけですねそ,その証拠はこれなんですと同時にボールスピラミッドにも来ていたとそれが先ほどの受胎告知の絵であると 飛躍しすぎてるんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけどもここが南極下へ行くと南極ボールズピラミッドはここにありますそしてナンマドールはここにあります真上が北極ですね当然そしてタミューマシフという世界といいますか太陽系最大の火山がここにありますムー大陸はこの近くにあって何かのか形でね沈んだということは十分考えられますこれがタミューマシフの火山です巨大ですね そしてカタツジうタは言うまでもなく拠点中の拠点ですねここから、えー、隣のウルルそしてマウントコーナーをつなぎますと一直線上に、うん、一直線上ですよ大地の森跡へと向かうわけですこのようにすべてが計算されていますがこれでまあ一つのなって言いますか ダヴィンチの描いた山の謎を、まだこれで完璧というわけではありませんけども、糸口をつかんだように思います。そして最後にもう一言。ダヴィンチの描いた絵と、ウォルト・ディズニーの描いた山と、絵と、もう一度見比べてみてください。なぜ、ウォルト・ディズニーはですね、ダヴィンチの絵を真似て描いて、もう真,似だと真似て書いたと断言していいですね、 構造を見てください。下のように山。私が書いたんじゃありませんよ、右は。ディズニーですよ。なぜこれを悪魔の山としたか。その理由は、皆さんもうお分かりですね。ウォルト・ディズニーはダヴィンチの正体を知っていました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. gnostic website writes about walt disney as follows. not many people are aware that disney was a member of the secret occult group, gnosis and alchemy, known as the ancient mystical order, rosae crucis, aka the ロジクルーシアンスグノーシスサイトはウォルト・ディズニーについて次のように書いていますウォルト・ディズニーがグノーシスとアルケミーつまり古代神秘主義集団ロザエ・クルーシス aka ロジクルーシアンと呼ばれるカルト教団と知られている団体の And he was said to have completed all the teachings of the order. With his secret knowledge, Walt Disney created one of the most popular theme parks and film studios in all the world. ディズニーはその競技を完璧に完成させたと言われている。つまりその知識を持って、ウォート・ディズニーは世界中にあのテーマパークを作り上げ、映画会社を作り上げた。A business that was primarily based on the magic he learned from the teachings of the occult. Many of these occult myths and dramas are played out in Disney films such as Alice in Wonderland, Cinderella, Sword in the Stone, and even the modern masterpieces such as Brave, Frozen and Maleficent. Disney no ano 基本的にはそのオカルト教団の教えから学んだ魔法に基礎を置いているそしてそのオカルト神話は不思議な国のアリスシンデレラ王者の剣さらには最近の作品としてはブレイブマレフィセントオーロラ姫などにも反映されている A magical formula he used captivate and influence people from all around the world is still used to this very day. Like the Rosicrucians, the Freemasons are the secret keepers of narcissism and Alchemy. Disney ga kono 世界中の人たちの心を捉え影響を与えているロシクルーシアンのようにフリーメイソンはグノーシス主義の秘密結社ということになっている The Masons would primarily be the branch dedicated to materiality in which the order attracts those brethren who seek to network and move to the top ranks of society, while the Rosicrucians attracts the more spiritualistic type people whose main goals are advancing their spirituality. Yuma Mason and 社会のトップ集団でのネットワークの形成を目論みながらその一方で神秘主義的な人たちをも魅了しそしてその目的は彼らの精神性の発展にあるとでそのグノーシス主義についてウィキペディア百科事典は 次のように書いていてますグノーシス主義またはグノーシスというのは1世紀に生まれ3世紀から4世紀にかけて地中海世界で勢力を持った古代の宗教思想の一つである物質と霊の二元論に特徴がある普通名詞としてのグノーシスは 古代ギリシャ語で認識知識を意味する言葉でありグノーシス主義は自己の本質と真の神についての認識に到達することを求める思想傾向を有するまたグノーシス主義は地中海世界を中心とするもの以外にイランやメソポタミアに本部を置くものがありヘレニズムによる 東西文化の異教シンクレティシズムの中から生まれてきたものと伝えられている代表的なグノーシス主義宗教はマニ教であるがマニ教の場合は紀元15世紀まで中国で存続したことが確認されていると以上が ウォルト・ディズニーの基本的姿勢であったということになりますでこの動画の中ではガイダンスとして4本の作品を紹介していますそれらの4本の作品についてはこのシリーズの中で皆さんに紹介しますが要するに現実主義物質主義とそして神秘主義の融合がウォルト・ディズニーの作品であったということになります 結論とということになります私たちは私たちの社会で世界で知らないうちに何かの宗教を信じているということになります私は無神論者だと言いながらも結局はその宗教の中に取り込まれているということになるのではないでしょうかそれが良いとか悪いとかそういうことを言っているのではありません宗教というのは もともとそういうものであるということではないでしょうかウォルト・ディズニーという芸術家は一体人間にとって何であったのか今一度皆さんと一緒に考えてみたいと思いますそしてそのウォルト・ディズニーがですねググノノシシスス主義者あるいはグノーシス 宗教の信者であったという証拠の写真をここに紹介しておきます。Bye for now. system down we do we do who gets the this off the maps who keeps the martians under wraps we do we do who holds back the electric car who makes the gutenberg Of their sight, who rigs every Oscar night? We.